はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画もラーメンを食べる動画でございます。今回はですね、僕の動画でも、珍しいタイプ味噌ラーメンなんですけれども、今日訪れるお店がですね、都内でも有名な大塚屋さんの出身の方みたいでして、かなりね濃厚なうまい味噌がいただけるそうです。で、今回はねお店の方お休みなんですけれども、僕だけね特別にちょっと食べさせていただけるってことでしたので、早速お店の方に向かっていきましょう。はい、今こちらねお店も見えてまいりました。本日訪れたお店がこちら、麺どころ泉さんでございます。もうね、準備していただいていると思いますので、早速店内の方に入ってまいりましょう。ということで、ただいまね店内の方に入っております。もうね、注文は終了しておりまして、ただいまね、料理作っていただいている最中でございます。オープニングの方でもお話ししたんですけれども、こちらのね店主さんは都内の有名店であります、今現在は大塚屋さん、屋号が変わる前は麺どころクーリさんというね超有名店で、もう10年以上ね働いていた店主さんみたいでして、今ね作っていただいている最中なんですが、めちゃめちゃ店内いい匂いしております。今日もね撮影のために何も食べておりませんので、ものすごく空腹なんですよ。でもね、この匂いがしんどいぐらい、お腹空いておりますので、メニューがね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまねメニューすべて到着いたしました。今回ね1回2回目注文させていただくんですけど、まずね1回目でございますね。こちらが味噌ラーメン特製のね大盛りでございます。で、その他にもいろいろと注文させていただいているんですが、これね麺伸びちゃうといけませんので、早速ねこちらいただきます。とまずこれちょっとスープから、うわー味噌濃厚っすね。うまー、いや、これめっちゃうまいんだけど、このね動物系の濃厚なコク、そこにこの味噌のねうまみ深みが加わってて、これねめっちゃうまいんだよね。で、先ほどねちょっと店員さんにもお話を伺ったんですけど、極力ねこの豚の脂だったりとかっていうのを使用しないようにしているらしいので、スープ自体はねかなり濃厚なんですけど、重さがないんですよね。これはめっちゃうまいわ。これ麺いただきますね。うまいですねこれ。で、麺は結構黄色がかってる縮れのプリッとした太麺なんですけど、これがねしっかりとこれ味噌絡んでくるんですよ。めちゃめちゃ合うわ。特製にするとこのチャーシューね、ロース肉が4枚入ってるんですけど、お肉こんな感じでございます。柔らかっ低温チャーシューとか、中温チャーシューに近いような、じっくり時間をかけて火入れしてるチャーシューなんですけど、ほんのりねピンク色がかってて、筋とか一切感じないですね。ロースが溶けるって結構初体験なんですけど、こうチャーシューでめちゃめちゃ美味しいですこれ。でもちろんねこれソーライスも注文させていただいておりますので、これこうじゃないでしょうか。うわっ、あーうまい。こちらですね、これも本当にメインのメニューなんですけど、これね味噌餃子ということで、めちゃめちゃうまそうじゃないですか。もちろん餃子注文させていただいておりますので、今回ねこちら欠かせません、ノンアルビールも注文させていただきました。いただきます。あーうまい。
噛んだ瞬間肉汁飛び出てきますね。味噌の味もどちらかというと赤っぽい味噌ではなくて、まあ、白のようなまろやかなコクがあって、そこに肉汁この旨味がじゅわっと出てきてめちゃめちゃうまいですね。うまっ。これ海苔も和えさせていただいて、うん、あ海苔も合うな。これね、味噌のコクと、まあ、風味とね、もやしもしっかりと旨味が染み出て、そこにこの海苔の風味合わさると爆発力がすごいです。これですね、普段数量限定で販売してるんですけど、こちらね、角切りチャーシュー、これね、こんだけでかいのが、まあ、3、4個入ってるんですけど、これね、皆さん驚きの一皿100円でございます。とんでもない破格な商品。いやこれ絶対うまいと思うんだけど。溶けますねこれもうまた。角切りチャーシューに使っている部位が、まあ、普段、ね、作っているチャーシューと同じなんですけど、ただ先ほどもお話ししたようにスープ自体に極力油を使用しないように、こう端っこだったりとか脂身が多い部分をカットしてたらしいんですね。でそこの部分を使って作っているチャーシューらしいんですけど、とは言ってもよ、これが100円はやばすぎると思う。めちゃめちゃうまいね。ごめんなさい、ショーライスもう一個おかわりお願いしていいですか。で今ねちょっとこれ角切りチャーシューなんですけど、あのチャーシューも毎日仕込んでるわけではないので、仕込みがねない場合だったりとかは売り切れの場合もあるので、そのあたりはねちょっとご了承いただきたいなと思うのと、あるなしは店員さんの方にご確認いただければ分かりますので、ぜひ確認してみてください。すいません、おかわりありがとうございます。うまい。今麺具材の方は全て完食したんですが、おかわりで注文させていただきました、このライスを使って雑炊というか味噌のねリゾットをセルフで作っていこうかなと思います。ちょっとね、これ普通にスープ簡易する方も多いってことなんですけど、今回僕はねこんな感じで締めの雑炊にさせていただきました。いただきます。あーうまい。うわうまい。ちょっとまあ、もちろんそのスープ単体で飲むのも美味しいんですけど、ぜひ、ね、お腹に余裕がある方は小ライスをねこれドボンとしてもらって、麺ある最中でも構わないと思うんで、スープちょっとかけてもらって一緒に食べたりとか、ぜひ、ね、皆さんもお試しください。卓上のブラックペッパーでちょっと味変を。うまそう。うんまはい、ということで、第1締めのこちらですね、全て完食させていただきました。とりあえずまずはねごちそうさまですということで、じゃあちょっと続いて第2締めお願いしてよろしいですか。お願いします。ということで、第2締めのですね、ラーメンが到着しております。こちらのね、ラーメンは先ほどいただいたラーメンと同じ、まあ、特製の味噌ラーメンなんですが、トッピングで辛味噌というのがございまして、こちらをね溶いて味を変化させてね2杯目はいただいていこうと思います。で今回ねこちら餃子も2種類いただいておりまして、先ほどいただいた味噌餃子とは別で、こちらが、辛味噌の餃子と、こちらがしそ味噌餃子と、こちらのね、まあ、2種類とも店舗では販売しておりませんが、今後ね、まあ、インターネットの方でもこの味噌餃子やこの辛味噌しそ味噌と3種類ね販売する予定みたいですので、情報の方はね公式のインスタの方で発信しておりまして、ぜひねそちらの方も皆さんご覧ください。まあ、概要欄の方にもね書いておきますので、ぜひ ね販売する際にはこの餃子も買ってみてください。そしたらこちらもいただきます。
まあちょっと我慢できないんで。うん、でもね、2杯目で、まあ、美味しいの分かってるんだけど、変わらずね、我慢できないぐらいうまいですね。こちらの辛味噌の方も投入して味変をしていきましょう。ひとまず半分ぐらいかな。うわうまそう。うん、うん、まい。思ったよりもしっかりと辛みあるんですね。ベースのスープはかなりマイルドでコクがあるスープなんですけど、そこにこうビッと辛みが加わって、後味のね、このまとまり感っていうのもすごく良くなるので、どん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 ね、これはこれで次行きたくなるようなうまい味変アイテムでございますね。うん、味変アイテムというよりもこういうメニューって感じぐらい完成度がグッて上がるようなメニューですよね。すごく相性のいいトッピングでございますね。辛いのが苦手な方は少しずつ溶きながら、まあ、自分好みに味調整するのがいいと思います。この流れ一生食えますね。じゃあちょっとこれいただいたこの辛味噌餃子からいただきますか。うん、なるほど。辛味噌っていうよりかはどっちかというとその赤味噌っぽいこのキリッとした味噌の旨味が加わってるっていうような感じで、これめっちゃつまみですね。ネット販売したらもう速攻買います。もう家でめちゃめちゃこれ飲みます。ちょ、この味噌餃子もそしたらちょっといただきます。うまい。そのあれですね、シソっぱってよりかの梅じそに近いようなちょっと酸味も風味もこう出てくる感じなんですね。いい風味で、うん、これも飲めますね。うわこれうま。ちょっとこれ本当動画見た皆さんは絶対買ってもらいたいですね。あ、もう今日撮影終わっちゃうわ。ちょ、うますぎてあっという間ですね。ちょっとこれ最後味玉と、いやーこれも絶対うまい。よ、これちょっと即席の味噌卵かけご飯ということで、これ絶対美味しいと思うんでね。あーうまっ。うん、うん、で辛味噌いって、うん、そもいって、ラーメンも全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、麺処泉さんでこの美味しい、とんでもなく美味しい味噌ラーメンと餃子やね、ご飯、それにノンアルビールなんかもセットでいただいてきましたが、めちゃめちゃ美味しかったです。美味しすぎて本当に人に勧めたくなる、そんなラーメン屋さんでございました。今後ですね、ネットでも販売が開始されるということでしたので、この餃子ね、ぜひ皆さんにも買ってほしいなと思いますし、それ以上にね、僕個人的にはこちらの実店舗の方に来てもらって、この美味しいラーメンと餃子作りたてを食べてもらって、僕と同じ最高の幸せな気持ちになって皆さんにもね、帰っていただけたらなと思いました。あー美味しかった。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またね、サブチャンネルの方も、活動開始しておりますので、ぜひそちらの方も登録いただけたらと思います。それでは皆様、じゃあねー。